無理。あれ、音入ってなくに。このゲーム、こんな BGM なかったっけ？ライター持ってくるべきだったな、ろうそくと一緒に。最初、タロットカード一人の時使えんくねえか。入ってるよ。音量下げようかな。怖いんだけど。
氷点下。ああ、結構早く見つかったが。超えて。あと。まあ、まだ大丈夫か。ああ、一人じゃ無理じゃねえか、これ。ノートどこやっとる？ノート、カメラ、プロジェクト。カメラよりプロジェクトは？無理。
なあ。え、やめ、他のゲームしようかなって今ちょっと考えてたわ。なんならもう変えちゃおうと思ってたわ。ちょっと、無理だ。怖いんだが。ゴーストルームまで突き止めたけど、怖いんだが。怖えんだが、冷や汗が止まんねえんだが。なんか、ちょっと無謀だったわ。えぐいって。怖くなきゃクリアできるんだけど、怖すぎて、ちょっと。学ゴーストルームまで突き止めたんだけど。なんか鳴ってるし。ブレーカーを落とされたし。うるせえし。そうだし。まあ、ちょっと翼さん来たから怖くなくなったけど、これ誰も人来ない時に一人で淡々ってやってたから、普通に一人でやってるゲームだったんだわ。一人でホラーゲーしてるだけだったんだわ。で、多分なんだけど、ここ指紋ついてんだわ。で、指紋ついてないんだ。全然やめるわ。有言不実行だわ。無理だって。もう怖いもん。すんげえ怖い。ノートねえし。
割と参考に絞られてたわ。ミミックワンチャンあるわ。まあ、怖っ。ああ、怖かったっけ、こんなに。逆にここまで来ただけ褒めてほしいよね。指紋絶対あると思ったんだけどな。いや、それな、エペにするわ。ね、もう全然エペにする気満々ってあったもん、今まで。まあ、怖いよ。企画めっちゃおもろいな、とか思ってたけど。それどころじゃなかったわ。怖い怖い。指紋ないんだ。絶対あると思ったんだけど。ね、もう帰る帰る。なんかちょっともうすぐ、これワンチャン当てられそうなんだ。何もしなくてももう当てられそう。スピードボックスはやらない。怖い。非常に。こんだけやってプロジェクター映んないんでしょう。手指紋ついてるだろ。逆になんでアサリでつかねえんだよ。今日からって。この指紋がね、わかれば終わりなんだよね。うん。開いたんでちょっと扉だけ見て帰ろう。95%だから多分襲われないんじゃない？え、なんでないの？変な汗かくんだわ。おい、もしもんなし。これで当てて帰る。うん。これも実質クリアです。うん。怖い。すげえ怖い。ああ。え？これで当たってたら逆にすげえよ。マジ秒速でクリアしたわ。なってますように。もう論外。まあ、スプリットボックスやってねえしな。あ、無理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 。今度は誰かとやるときにやろうわ。怖いわ。すっげえ怖いわ。と怖いわ。ちょっとビビっちゃったわ。舐めてたわ。